おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム最終章前編 A パートの、早坂死亡、あんずちゃん死亡、ソウさん生存、アリスさん生存ルートやっていきたいと思います。長いよあのさ、前回その早坂は尊い犠牲だったのだけれども、その時の蘭丸くんかっこよすぎてどうしようってあのね、今までね、もちろんジョーくんのことも大好きだったし、ケイジさんのことも大好きだし、銀くんのことなんてもう大好きなんだけど蘭丸くんはね、なんか別ベクトルでちょっとめっちゃ好きなんだよね。なんか推しっていうか好きわかる、この気持ち。なんかね、いいわ、すごい好きなんだよね。はい、ということで、ね、続きやっていきたいと思います。いろいろ探索して、これは本を返すよね、きっと。そうだよね、オッケーオッケー。まあそこのパソコンに載ってた健康診断みたいな内容がまとめてあるんだな。あー、ずっと赤く光ってるんだ。で、この緑の本ね。お、中に何か書いてあるぞ。ほんとか。俺、多分過去に関する資料かみたいなこと言った気がするから、とりあえず奪い取ってみようか。見るな、まだだ、マジか、わかった、返す、という私の発言が罠だ。いいから、読まねえ。すごいなぁ。サラちゃん元気だね。やあ、僕だよ。妨害者に悩まされてる全国のデスゲーム参加者の皆さん、朗報でーす。なんと妨害者の中でも最強の人形メイプルの弱点を教えちゃうぞっていうことで、背中の隙間ね。オッケー。文章はうざいけど助かる内容だよな。確かに最強の妨害者なんて出会いたくないが。っていうので、なんで私はセーブしようとした。これもうちょっと調べられるかな。無理か。で、4階にも行けるようになったから4階にも行く。で、ここに、ああ、いるね、そうくん。おかしいな。ここの仕掛けで使ったナイフ、どこにも落ちてないんだ。え、誰かが持ってるのか。ああ、ここで、サラさん、君が持ってるんじゃないとかって言ってこないあたり、ちょっと、大間になった感じするね。車田は穴に頭を突っ込んでいる。ちっ、この奥になんかあるのに手が届かねえな。何があるんだ。青い本だな。返却期限がどうたら書いてあるぜ。欲しけりゃあのプロレスラーのおっさん連れてこいよ。九太郎さんか。どこにいたかな。墓場にいたかな、確か。そうだね、一緒に上を見てる。絶対に見つけようね、サラちゃん。私も頑張る。蘭丸くんのためにもね。ああ、いいね。何か見つかったぜよーっていうので、後で話す。あ、後で話すはあれか。ここに確かアリスさんいるよね。アリスさんの話聞きたい。あれ、今、あれ？アリスさん？あれ、アリスさんいないね。どこだ、アリスさん。ん？見当たりまへんね。おー！あら、いらっしゃい。また来てくれたね。サラ、ここはペアじゃないと入れない場所だろ。ああ、だから緑はいるわけない。その裏を書くと思ったが。そうか、フロアマスターなら何でもできそうだしな。フロアマスターって日和くん？いや、そうだ、なんか教えてくれるのか。日和くん、日和くん、日和くん。なんか様子がおかしかったぜ。とりあえず部屋を探させてもらうか。っていうので赤い本ゲット、手に取りましょう。残念、もう行っちゃうの？悪い、急いでるんだ。いいの、二人とも忙しそう。大変なんだね。ねえ、もう二人は友達になれた？友達って、仲間だ。二人が仲良くなって嬉しい。また来てね。まあ、蘭丸くん、サラちゃんの身代わりになるつもりはないかもしれないけど、
こう不安を取り除こうとしてくれるあたり、ちょっと心開いてくれてるよね。じゃあ黙って私についてきて。いや、一言くらい説明できるだろう。なんだ、今度店に来たぜよ。いえ、実は。なんや、そんなことが。行くぜよ、マイ。行くぜよ。オッケー。あ、これは選択肢知らなかったね。よいしょ。で、連れてきましたよ。あ、違いますよ。ん？これ通路に行けんの？あれ、行けるんかい？ここにしか行けないっていう表記なのに。そうなんだ。はい。おせえよ、さっさと取れ。なんつう言い草せよ。九太郎さんは穴に手を伸ばし、本を取った。青い本を手に入れた。うわ、びちゃびちゃじゃねえか。だが少しぐらいは読めるはずだよ。今日もシンは僕を視認すると、にっこりと笑顔を振りまき、おどけた仕草でおはようと一言。なんだこのキモい本。日記か。シンって、背拍子を見ろ。月見シン人工知能テストデータって書いてあるぜ。人工知能のテストデータ？それは多分、緑が書いた実験日記だよ。あいつ、まさか僕に近づいたのも、これは。てめえ、そろそろ知ってること全部吐けよ。なんで君に？ああ？おい、やめるぜよ。てめえらの大好きな仲間、だからだろ？隠し事はなしだよな。仲間なんて、どこにもいない。そう、さん。サラさんたちも緑も、僕にとっては、大して変わりない。メインは最後に取っておく。今は緑の番。それだけでしょ？私たちは、だから今は手を取り合って頑張ろうね、サラさん。ほらほら、急がないと鬼ごっこで負けちゃうよ。そうだった。今は本の中身なんて気にしてる場合じゃねえ。さっさと緑を捕まえようぜ、サラ。ああ。そうぜよ。まずは鬼ごっこを勝つべや。探索再開ですね、ご主人様。それはやめるぜよ。うわあ、やっぱ許してなかった。ちょっとなんともね、何も言ってこないなと思ってたんだけど、ついにちょっと牙を剥いた感がありますね。まあ今は協力してやるよと。だけど、緑のことを倒したら覚えとけよと。ってことは最終章後編でいろいろ牙を剥いてくるんじゃないかな。っていう感じしますね。あ、これ全部本集まったから、本刺しに行けばいいのか。行くっきゃねえな、サラ。ああ、もう逃がさない。行きますか。ほい。いたわ。ヤッホー。緑！あは、来てくれたんだね。どう？薄汚い鬼のなすりつけ合いは終わった？そんなのはない！壮絶だった。壮絶だったよ。そりゃもう壮絶だったさ。詳しく聞かせてよ。それより確認なんだけど、鬼ごっこに拳銃はルール違反だよな。うん、君たちがルールを守るならね。待たせたね、緑。逃亡生活も終わりだな。お前だけは本当に許さないな。こりゃ参ったね。いやに余裕じゃねえか。いや、本当に参ってるんだ。だってほら、鬼ごっこしようにも僕首輪がないからさ。あ、どうするにゃ。これじゃタッチしても無意味わい。何よそれ。だから首輪は返した方がいいって言ったよね。
どうする？返してくれたらつけてあげてもいいよ。もちろん、ここを離れてからゆっくりとね。それとも、やっぱりまた暴力のみの殺し合いをする？選んでよ、サラさん。茶番は終わりにしなよ、緑。どういうことだ、そう。緑はこんなくだらない遊び、本気じゃないんだよ。第一、鬼ごっこに負けたら死ぬなんて、一言も言ってないしね。きっと緑は、何かが起こるのをずっと待ってるんだよ。つまり君は、僕たちを、内側から壊そうとしたんだ。内側からって、仲間？体内？もう、サラちゃんたらん、ドジっ子。仲間でしょう。仲間？まさか、ダミーズに何かをさせるつもりなんじゃ。そうさ、彼らはただの操り人形だったんだ。緑と来るってことにゃ。でも、スーツメガネたちだって、僕たちと同じ目に。じゃあ今、全員集まってないのは、なんでだと思う？そうだ、九太郎さんと舞さんが、いない。まさか、敵の狙いは？筋肉ゴリラを探すにゃ。探しに行きましょうか。モニターには、墓地や図書室など、今まで行ったことのある場所がすべて映っている。どこだ、九太郎さんは？それね、じゃあ、お墓の、どこ？私は、墓地の映るモニターを見上げた。いやー、しんどいね。九太郎さん！ごめんなさい、ご主人様。貴様！いつやろうか、ずっと考えてたの。なんで、こんなこと。教えてあげるね。私たち、ダミーズの本当の目的。緑が死ぬ前に、ペアを殺す。それだけが、生き残る方法なの。初めからダミーズは、この隙を伺ってたのか。最低なルールでしょ。さあ姉ちゃん、行かなきゃ。あ、九太郎さんの元へ。間に合うかな。間に合わせるさ。九太郎さんは強いんだぜ。私たちは全速力で走った。転びそうになりながらも九太郎さんのいる墓地へ。背中に突き刺さった大きなナイフ、溢れ出した血が脳裏に焼き付いている。大丈夫、九太郎さんならきっと。九太郎さん！筋肉ゴリラ、どこにゃ。大丈夫。俺は平気っすよ。九太郎さん！今日ほど鍛えてよかったと思った日は、ねえぜよ。何しくじってんのよ。バカな奴、返り討ちで殺されるなんて。殺しちゃいねえ。は？少し吹っ飛ばしただけだ。多分停止してるだけぜよ。
何それ、殺してない、バカなんじゃない、どうして手加減すんのさ、こいつはあんたの命を本気で、本心じゃねえからだよ。な、お前ら全員そうだろ、緑に命を握られて無理やりやらされてるだけじゃねえのか。同じぜよ、俺たちもお前さんたちも。九太郎さん、もうやめにするぜよ、死のなすに付き合いはゴリゴリぜよ。協力しろダミーズ。何言ってんの、俺たちはひな子たちに何もしねえ、だから耐えるぜよ、そっちも。バカ言わないでよ、ルール聞いてた、どっちかが死ぬしか、私たちは言いなりの先に勝利があるのかよ。俺たちは勝つんじゃ、引き分けや敗北なんてもういらねえ。誰かが裏切っちまったら勝利なんか見えねえじゃねえか、全員で信じなきゃ奇跡なんか起きねえんだよ。俺たちは今ここから本当の仲間になるぜよ。九太郎さんは泣いている。傷の痛みじゃない。心の叫びが部屋全体に振動する。手当てさせてくれよ、九太郎さん。でも蘭丸くん手当てできないだろう。首は。蘭丸、バカ、何ほだされてんの。うるせえな。いいじゃねえか、面白えよこいつら。大体逆らって勝てるビジョンあんのか、女子中学生ちゃん。うるさい。おい、俺はタッチできねえんだ、車でも手伝ってくれよ。ああ俺が。大丈夫、血は止まったぜよ、見た目ほど大した怪我じゃねえ。そうは見えないけどね。刑事、座りなよ、せめて安静にしておくんだ。舞だって動けないんだ、仲間は見捨てていけないでしょ。そうやな。もし治療道具を見つけられたらすぐに持ってきます。そんなことはいい、それよりやるべきことをやるぜよ。はい。感じる一体感を、本当の意味での信頼を、九太郎さんが繋いでくれたんだ、私たちに絆を。さあ、鬼ごっこもそろそろ終わる時間だ。緑を捕まえてどうにかするしかないね。はい。やっぱりここの九太郎さんの魂の叫びたまらないよね、すごく好きだな。こう今までいろいろあったからこそ言える言葉だと思う。だから九太郎さんにしかね言えない言葉なんだな、だだい九太郎さんにしか言えない言葉なんじゃないかなって私は思いますよ。舞さんは微動だにせず停止している。こうして見ても人間にしか見えないな。さすがにさっきの手当てだけじゃ。大丈夫だよサラ。九太郎さん、探す必要はないよ、鬼ごっこは終わり。予備の首輪をつけたのか。堂々と来やがって、また拳銃をちらつかせる気じゃねえのか。信用ないな、あげるよ君たちに。緑はポケットから取り出したものを刑事さんの方へ投げた。
あー、ここ何回見ても辛いわ。これは。俺の、なぜ、あの時の。刑事さんは、突然苦しみ出した。どうしたんですか？いや、この辺さ、本当は変化ないところをね、カットしたいんだけど、こういう大事なシーンってカットしたくなくならない？ね、私はカットしたくないんですよ。なぜ、お前が。あれ？嫌な記憶でも蘇っちゃった？へえ。あなたが警察を目指したきっかけね。じゃあ、町のおまわりさんが目標だったの？いえ、ただ約束したんで返したいんです、お守りは。なら渡してきなさいよ。その人がまだ警察官なら、すぐ会えるわ。はい、名前は確か。その人は、無理ね。やめちゃった人よ。ごめんなさい。そう、だったんですか。お子さんができたのに、別の道に行ってしまったんですね。ああ、あいつか。やめちまったよ。確かにな。先輩は同僚だったんですよね。ああ、けどあいつのことは関わらない方がいい。え？ここじゃ言いづらいが、警察内部のある闇を暴こうとして、クビになったんだ。子に誇れる親になりたいって、正義に燃えたばっかりに。闇って、何なんですか？まあね、知ったら俺もクビかもな。じゃあ、辞めさせたのは誰なんですか？めぐみさんだ。君も彼女の目には気をつけろ。警察官を続けたいのならな。めぐみさんは、警察内部の、その、アスナロと関わりがあったから辞めさせたとかなのかな？ね。そうじゃないと、あのおまわりさんを辞めさせることにつながらないんじゃないかなって思うんだけどね。利用されてたのかもしんないけどね。頭が。うん。いや、さらっとやっぱ読んでいこうね。ここだよ。総員に次ぐ。相手は拳銃を所持している。一般人はいない。現場での発砲を許可する。決して現場から逃がすな。もう逃げ場はない。銃を捨てろ。くそ。相手は冷静じゃない。威嚇で一発撃ちます。まずは止めないと。刑事危ない。撃ってきたぞ。これが緑なんだな。え？嘘だろ。ありえないって。だって狙ったわけじゃん。刑事くん、大丈夫？俺は大丈夫です。でも、相手が。気づいちゃいけなかった。顔を見ちゃいけなかったんだ。そんな、俺は、不思議な話だよね。結局犯人は銃を持ってなかったんだ。
目撃者がいなかったから、めぐみさんは上層部を使って隠蔽した。正当防衛として、部下の殺人を隠したかったんだ。なぜ、お前が知ってる？警察を、どこまで掌握してる？どこまでかな？銃のガセ情報を流したり、クビになった警察官を君の悲劇のストーリーに組み込むのも、できるかもね。刑事危ない！撃ってきたぞ！あの時もいい演技してたでしょ？そうか。そうだったか。殺す。お前だけは、俺が殺す！やる気みたいだね。ここは何回やっても辛いです。辛いんです。なんだよこれ。壊れた人形の墓場さ。いやこれ気持ち悪いよな、この明るくなった墓地。おい焦るな、しのぎ刑事、数の力で奴を追い詰めるぞ。あー、ここでソウ君とアリスさんが光ってんだ。なるほどね。一回ちょっとセーブしようか。じゃあソウさんから見てみる。緑、僕がこの手で君を捕まえる。なるほど。いかれしのぎ刑事、撃ち抜くんだあの男。いやー無理だろうな。武器になりそうなものを探すにゃ。まあとりあえずやってみようか。あ、放った弾丸はあらぬ方向へ飛んでいった。おい、ひなこ、貴様何を。譲れないんだよ、緑を殺させるわけにはいかない。そっか、止められるんだったな。一方向へ追い詰めよう。ラミーズはあっちへ回り込んで。待てよ、この鬼ごっこで本当に緑が死んじまったら俺たちはどうなるんだ。何言ってるんだ、あれはただの時間稼ぎの作戦だって。それを信じろって。じゃあちょっとソウさん体力ないだろうけど、運動神経もあんま良くないだろうけど、捕まえてみてくれる？無理そうですね。すばしっこいな。楽しいね、シン。もっと来てよ。くそ、僕一人じゃ捕まえられない。おお、九太郎さんが足でまとい、違う、足を引っ張ってくれるはず。ゲージさん、怒りに任せて突撃してもいい結果は出ないよ。緑は刑事に向かって落ちていた人形の頭部を蹴り飛ばした。直撃した刑事さんはバランスを崩し転倒した。刑事さん。緑、刑事さんはまともな状態じゃない。私が落ち着かせないと。落ち着かせましょう。ありがとう、まだやれる。緑と刑事は睨み合ってる。いい加減一緒に戦ってくれにゃん、ラミーズ。ふざけないで、私たちの命はどうなるのさ。ない。いやーここはね、誰も攻めれないんですよ。攻めれるのは緑だけ。緑は俺を意識しねえぜよ。死角から近づいてやるがじゃ。頼んだ。いいぞ。
近づいたぜ。大丈夫だ、バレちゃいねえぜよ。いいタイミングで指示をくれぜよ。足止めしてやるっちゃ。よし、もう諦めてサラちゃんにでもタッチしたら。刑事さん、ここそうなるの？あれ、ランマルくんはこれどうなってる？あれだよね、ランマルくんじゃないの今って。ちょっと一回セーブして他のやつ試してみていい？この二人のやつもう一回打って。あー、もう打てなさそう。刑事は苦しみのあまり吐き出した。どうしちゃったのよ。一回は打てたじゃないか。トラウマ克服だね。さあ、あの時みたいに狙いを定めて頑張れ頑張れ。刑事は倒れ込み拳銃を床へ落とした。トラウマが何だと言うんだ。いやー、無理やて。刑事はダウンしていてまともに動けない。ハサミ撃ちは今できない。俺が銃を拾って撃ってやる。なるほど、ちょっとやってみようか。あー、蹴られちゃった。緑は落ちている拳銃を遠くに蹴飛ばした。貴様、危ない危ない。あれは刑事さんに渡したものだよ、君にじゃない。見つけなきゃ。どこに蹴ったのよ。もうそろそろ時間切れだよ。どうするの刑事さん。いやー、ちょっと今回これゲームオーバーになったらどうなるのか見たいけど、ハサミ撃ちできる？あー、車だ。ソウの動きを封じた。離せよ、邪魔するな。うるせえ、俺だって本当はこんなこと。この刑事はダウンしていてまともに動けない。はあ、楽しい鬼ごっこも終わりか。バイバイ刑事さん。待て、大丈夫か。なんとかして捕まえるんだ。とりあえずは落ち着かせないと無理だから。落ち着かせるけど、これ多分もう終わりかな。あ、刑事さんの首輪の様子が変わった。この音って、あ、ちゃんとこれゲームオーバーあるんだ。そんな、サラちゃん、俺は刑事さん。真っ青な顔をしてバランスを崩し後ずさる。あの頼れる刑事さんが震えている。死の恐怖に勝てる人間なんてどこにもいない。嫌だ嫌だ嫌だ、私は何もできないのか。はあ、そんなんなるの。いや多分、でも刑事にタッチするって選んでもサラちゃん動けないんじゃないかな、このルートのサラちゃん。ちょっとやってみるけど。刑事さん、手を。悪いね、それだけは嫌だ。刑事さん。ちょうどいいところに僕の棺があったね。出せ、緑。いや、刑事さん、刑事さん。ねえ、いいこと教えてあげようか、サラさん。この棺にはすごく便利な機能がついててね。なんと、その場で仮装できちゃう棺なんだ。
焼かれるってこと。もうタイマーは進んでる。早くしないとステーキになっちゃうよ。どうしてよ、おまわりさんが死んじゃうよ。そこでフロアマスターとしての提案なんだけど、僕シンが言うように鬼ごっこの負けイコール死とは言ってないんだ。君がもし僕のお願いを一つ聞いてくれるなら、刑事さんを助ける方法を教えるよ。なんだよ、そんな構えなくていいんだ。あの同意書にサインしてもらう。あの一枚は最後の一枚。君に書いてもらうことで完成するんだ。最後の一枚。絶対何かある。しかし、他に選択肢があるのか。刑事さんを救う方法は他にない。あとは君の選択次第さ。刑事を救いお願いを聞くか、刑事を殺して自分を貫くか、好きな方を選びなよ、サラ。君が死ね、多数決デスゲーム。あー、すごっ。これは、うまくいったとしても、うまくいかなかったとしても、こういう風にちゃんと一つのルートに集約するんだね。でも、いつの間に刑事さん、あれなの？首輪バトンタッチしたんだい？そこってどうなってそうなったんだろう？俺がやらなきゃ、俺が殺すって言って、蘭丸くんのことタッチしたりしたってことなのかな？まあそういう風に脳内保管しておきましょうか。ってことで、次回から、最終章前編 B パートをやっていこうと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。ってことで、また次回、おつぴよです。緑腹立つな、マジで。